さあ、というわけで、ここ最近の NGT48 の話題ですけども、いやー、嬉しい話題が多くていいですよね。個人のお仕事がどんどん決まっていてですね、ようやく来たなという感じですかね。まあ、ここ最近で言うとね、大塚七海さんの落語が始まるっていう話だったりとか、あとは三村ひのさんのね、主演舞台かな、それが決まったという話があったりとか、今のセンターですけども、小越遥さん、テレビ番組のメイン MC だったりとか、大好き新潟 YouTube チャンネルありますけども、そちらのリポーターに決定したりとかね、さらには主演ドラマも決まっているということですし、直近で言うとね、佐藤海里さんと三村ひろさんの、越後ときめき鉄道かな、そちらのねアンバサダーに決定したという話だったりとか、いやー嬉しいなというふうに思いますよね。結構本当にね、どんどん情報が解禁になってくるんで、 YouTube 的にもねもう追いつかないんですね。全然追いつかなくてですね、こういう形でね簡易的に一気にまとめて動画にしちゃってるっていうところはあるんですけどね。いやー嬉しいですよね、個人の活動が増えてくるっていうのも。あの NGT48 としてね、グループとしての活動はもちろんなんですけども、個人としていろいろこう仕事ができるっていうふうになってくると、それこそモデルだったりとか、あとは演技だったりとかね、そういったところでね、今後その本人自身のね、夢っていうところにつながってくる可能性もあるし、あとは NGT48 をね知らない人からしてもね、そういう活動のところからね、新たにこの子って NGT の子なんだっていうところからね、ファンになってくれる人もいるのかなとかね、そういうのを考えるとすごいいいなというふうに思いますよね。あとはね、その個人の経験をね、グループに戻った時にね、還元できるのもあると思うんで、すごいそういった意味でもいいのかなというふうに思いますよね。周りの他のメンバーだったりとか、後輩っていうところにもプラスにもなってくるし、NGT48 全体のね、こうパフォーマンス面だったりとか、例えばテレビ番組に出てバラエティに出るとかだったらね、バラエティ力がこう上がったりとかね、こう全体的な底上げにつながってくるのかなというふうに思うんでね、自分も一ファンとしてね、こう個々の応援っていうところもね、どんどんできたらいいなっていうふうには個人的には思ってる次第でございます。まあね、ここまで本当にいろいろありましたし、まだまだ苦しいっていうところも、すごい多いですけど、まあこういうね地道な活動というところからね、こうどんどんちょっとずつ間口を広げていって、少しずつね新しいファンもプラスして増やしていってね、活動して頑張っていくのが大事なんだろうなと自分も見ていて思いましたね。いやー本当に頑張ってほしいなというふうに思いましたよね。あの皆さんもね、ここ最近の NGT48 の話題、情報解禁というところ、すごく久しぶりにワクワクするものが多いんじゃないかなというふうに思いましたけども、どんな風に感じましたでしょうかね。ぜひねコメントでも教えていただければいいなというふうに思います。はい、まあそんな感じでね、生放送も直近やりましたけども、なかなかね自分も仕事だったりとか、あとは個人的な話になるんですけど、結婚式近かったりしてですね、バタバタしていてですね、結構ね坂道グループ東京メンバーのね動画が多くなっちゃってるかなっていうふうに思うんですけどね、また、落ち着いてきたらね、ちょっとずつ、更新頻度48グループの方もね、もちろん上げていきたいなというふうに思ってますし、またね急にはなってしまうかもしれないですけどね、生放送も含めて、今後もねやっていきたいなというふうに思うんでね、その際にはねぜひね、見ていただければというふうに思っております。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。